こんにちは、エイケンです。いつもエイケン TV を見ていただきありがとうございます。すごいいい天気です。もうずっと長い雨、ずっと曇り続き、晴れましたね。やっと夏が来たって感じですね。去年の比べるとね、もう本当に涼しすぎて、なんか本当にこんな夏大丈夫かっていう感じしたんですけども、やっと今日になってですね、まあ晴れてますよね。もう暑いですよね。まあ暑くなったら暑くなったでやっぱり嫌なんですけどね。でもこうやって今猪苗代湖に来てましてですね、暑い中ちょっとこの湖の涼しさをちょっと味わいながらこの猪苗代湖にちょっと来てみましたけども、私が隠したジオキャッシュの中にですね、この猪苗代湖にジオキャッシュをですね一つ隠してるんですね。で、今日はそのメンテナンスに、やってきたんですけども、どうやって湖の上にいるのっていう感じですけども、はい、失礼します。こういうスタンドアップパドルっていう、やつ使ってですね、やってきました。すいません、これを使うとですね、結構いろんな水辺行けるんですけども、とりあえず隠した場所までちょっと行ってみます。とりあえずちょっといろいろ来てみてるんだけども、場所わかんなくなっちゃった。一応iPhone 見ながら、アプリ見ながら来てるんですけども、落としそうで怖くてあんま開けらんない。よし。でも今ちょっとうっすら見たらば、あっちの方25メートルっていうんで、もう少しですね。はい、バック。よいしょ。自分で置いてな言うのもなんだけども、これ相当難易度高い。まあ、なんとかメンテナンスはしますけども、どこに置いちゃったかな。あ、多分ここだな。あった、やった、よかった、見つけた。よしよし、上陸、 OK、 よし。いや、今日天気良くて全然波が立ってなくて風なくてすごくいいですね。多分この辺に隠したのは確かだな。うわ、ちょっとひどいな。あんまり奥にはやってないんだけども、お、あったかな。あった、あったけどちょっと流れている。いいよ。ちょっとひどい。これはまずい。よし、ちょっと草木を踏んじゃうけどもごめんなさい。よし、いてててててて、てうわ、これは、いや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 、ありました。でも中がどうやら削ろしています。よっこしょ、よし、取れた。一旦ちょっとボードの方に行きます。よっこしょ、よし、いや、やっぱ厳しかったな、これは。中見てみます。中だいぶ結露、もう結露してるのがもう見えちゃってる。濡れてる。なんてこった。もうすごい。でも FTF は
撮ってくれた方々がいらっしゃって、これ、1月にですね、来てくれたんですね。1月って雪がすごい時期じゃんって、よーく来てくれましたよ、こんなとこ。こんなとこじゃなくて、ね。ああ、なんか、お念願をいただきました。すごい。でも濡れちゃってる。いやー。よし。おー。ああ、ありがとうございます。なんか嬉しい。よし、これは、しかも昭和24年。すごいな。よし、そしたらば、これ一旦回収してですね、これ、せっかく書いてくれたんだけども、ね、ちょっと濡れちゃったから、回収して、別な、コンテナにしますんで、よっこしょ。で、別なコンテナっていうのはですね、ちょっと難しいな、カメラが。ここに挿しちゃう。これでわかるかな？よし。じゃじゃん。ちょっと大きめのガラス瓶、持ってきました。こうちゃんと、ジオキャッシングのマークですね。トレードマーク。つけときましたんで。いやー。でですね。これだと密閉度高くていいですね。で、もう少しね、わかりやすいところにちょっと置かないとこれダメですね。ここまで来るのが相当、厳しいから、ね、ここに来ていただいた時点でもうすぐに分かってもらった方がね、いいからね。これね、偽装のだと思ってね、こう被せてたんですけどね。まあ、結局ちゃんと取れちゃってますね。だからもうこれの辺はもう一旦回収です。これありがたくいただいていきます。で、水かさが増えても大丈夫なようにやっぱここはねロープを使ってロープ紐を使ってくくりつけといた方がいいんだよなと思ったのでちゃんと紐持ってきました。これでしっかりくくりつけたいと思います。はい、今ちょっと作業してですねうまいこと、隠せたかなと思いました。あ、まあ隠してないです。まあ見えてます。木にあまり太くはないけどもまあ大丈夫だろうっていうような感じの木にロープくくりつけてそれにコンテナを、つけました。で、ちょっと思ったんだけどこうせっかく FTF 撮ってくれた方たちのログシートですね持って帰るのもちょっと名残惜しいんでちょっとここで乾かしてですね今日せっかく晴れてるから乾くのはちょっと10分ぐらい置いとけば乾くなと思うんでここに置いといてですねコンテナの中にちょっと入れときますんで。じゃ、この乾かしてる間ですね。ドローン持ってきたんで、ちょっと飛ばしてみたいと思います。ここ多分ね、いい景色撮れんじゃないの？すごい楽しみなんだけど。OK、バッチリです。思う存分、ドローン飛ばしました。あと、FTF 撮ってくれた方々のロングシートも、十分乾いたんで、これ、しっかり、コンテナの中に入れておきますんで、どんどんこれからも来てもらえると嬉しいなと思うんですけど、ここレベル高いね。
ちょっとなかなか来れないね。冬かな、冬だとこの辺雪で少しは歩けるようになるのかな、やっぱり。夏はやっぱボート借りてください。あとはもうね、サップ、スタンドアップパドルボートっていうのもあるんで、なんとかしてみて来てください。すごい楽しめると思いますんで、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあこの辺で動画終わりたいと思います。ありがとうございました。